さあ、最終決戦、ディロフォロスト。決着をつけるんだ。鳥どこ行った鳥。この先へ進んだら、もう後戻りはできないぞ。あ、ここで選べるんだ。もう行くよ。準備はできてる。行こう。これが最後の戦いだ。おお、たどり着いたのか。間に合った。セーフ。ディロフォロス。貴様らは聖域の森人よ。また邪魔するつもりか。貴様が女神を思うように、私もまたセルリアを愛していたのだ。僕たちをコーダだと勘違いしているのか。女神を亡き者にするために私は戻ってきた。立ちはだかるのなら容赦はせんぞ。それなら僕たちだって大切なものを守るために戻ってきたんだ。あんたのやることなんて何度でも邪魔してるわ。好きな人を守りたいのはうちらだって同じや。そしてこの気持ちは私たちだけのものじゃない。過去の巫女たちも残された人々もそう願っていた。ここに至るまでの旅で僕たちは知ったんだ。摂理に苦しんでも未来をつなげようとした人々を。英雄ディロフォロスもまた世界のために戦いました。私たちはかつてのあなたの思いも継いでいるのです。あなたは聖剣を折ることはできたでしょう。しかしここにいる巫女たちの心を折ることはできませんよ。行くぞディロフォロス。マナの木は、この世界は僕たちが絶対に守る。守れるのなら守ってみろ。その思いごと無に返してやる。あ、でかくなる。スパロボに出てきそうなのになった。今度の僕たちが勝つ。勝って女神をほぐるのだ。かけない。守るために。僕さあ、とりあえずまず攻撃力。お前を止める。初手必殺を振り込んで水属性弱点。よくわかった。すっげえきた。まあ水ではなかった。普通に考えて光じゃないですか。そんなものはないよ。光持ってきてねえな。サンダーダメ。ダイヤ、まあ普通に考えて光か火かでしょう。普通に考えたらね。氷、これちゃうってさっき確認したから。ね、じゃあダークセーバー試しとく。一応普通に通るんや。それはそれで。じゃああれっすかね、ムーンセーバーで回復しながら安全に。てか足にして攻撃が届きませんわ。いけ。それはあかん。ヒールライト。早く帰って。回復量いかれてるな。ボロビア。
これをね、こうこうこう、横だけじゃなくて、ね、上下の。ということで攻撃力アップして殴りましょう。あれが弱点変わってるってこと？パワーアップ。今月っぽいのかな。よし、細かいことは気にすんな。殴れば死ぬ。レベルを上げて物理で叩けば勝てるよ。月っぽいよね。バルは余裕で耐えれるけど、魔法使い系は結構きついね。やっぱ体力って大事だな。すごいの来たー。ほっほっすごい攻撃来たー。すごい痛い。サッカーボールキックされた。これは回避するのも簡単です。なんでか攻撃が原始的なんだよね。パンチとキックなんだよね、基本攻撃が。これはかわして死んでんじゃん。これ氷じゃね？ブレイドセイバー。そうでもない。でも氷だよ。これで手を狙えば。痛いんですけど。
今のかわしたつもり満々だったんで、間に合え、よし、あぶね、滅びや、お前この拍子が語彙がねえのかい。また大変なの出た。画面端、死ぬ死ぬ、やっぱあれっすね、ムーンセーバーして泣きとくのが安定やね。やったか。まだ体力ゲージ残ってたよね。真の姿っていうか完全形態みたいなのなんのかな。君のいない世界に価値はない。自爆するのか。全てを消し去る。顔が2つになった。胸のとこも顔に見えるからむしろ3つになった。すごいことになっちゃった。やっぱスパロボの敵みたい。さすがに闇かな。戦いに勝利しよう。なんという姿。もう滅びようとは言わないでしょ。闇っすね、どう見てもこれは。これはどう見ても闇ですね。終わらせよう、僕たち。ほら、闇の攻撃なんて効かねえんだよ。滅びや。あ、2本になった。さすがに多すぎに。赤ボールキックやめてください。これは助かる。遅くしないとサメ攻撃を当てれるチャンスがない。一発ぶち込んどくぜ。うわー今のうちに回復をしとこう。ナイス。殴らせて。
任せて。やっぱここにゆっくりにしてタメミを決めるプレイをしないと。なので殴ってクールタイムを解放。よし、こっちを任せて。あのステップがあまりにも距離ができすぎて、よし、現状ための2回攻撃が一番威力が高いんです。これはもう無理と思ったら殴るか。よういった、よういった、よう耐えた。あなたをこれ以上苦しめたくはありません。行け。重いな。私たちが受け継いでいこう。だからもう眠っていいよ。ヒロコラス、受け継いで守ってみせる。みんなの未来を。どうだ。痛い。画面端、力が湧いてきた。ここは引き受けるよ。助かあと半分からだからね、まだ半分ぐらいしかやらせてないの。ナイス、オラ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 。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。知らんけどダメージ食らってね。なんか手増えとるやん。一点。おお、なんか燃えた。何が起きたか知らんけど、もう終わったな。ほら、あとはドヤ顔フィニッシュの瞬間を。長かった戦いをさらば、ドヤ顔フィニッシュ。くらえ。あれ小さくなってない、ドヤー。経験値ゼロかよ。すごい最後ちっちゃくなってた気がする。
まだだ、まだ終わらんよ。自爆しそう。コスモノバみたいな技使ってきやがった。ダメか。ドヤ顔したばっかりやのに。もう打つ手はないのか。これは。あったけえな。まるで誰かから励まされているみたいな。感じます。多くの思いが集まっているの。この世界に生きたたくさんの人々の思いが僕たちを手助けしてくれてるんだ。過去の巫女たちの痕跡が。オーリンは巫女じゃないけど。バル、もう諦めるのかな。そんなヤワに鍛えた覚えはないよ。ほら、シャキッとしな。オーリン、ナイザネ。バルシ、折れた聖剣を今。フェアリーいたんだ。さあバル、あと一歩だよ。めっちゃ久しぶり。これで終わりにしよう。ディロフォラス、やったか。ふんどし。ひな。ついに現れた。マナの女神よ、私の負けだ。人の思いは時に想像もしない奇跡を起こします。それは人の可能性であり、かけがえのないもの。思いの強さは世界を動かします。あなたの深い愛は世界を覆い尽くそうとした。それはひとえに他者を思いやる思いの強さゆえ。しかしあなたの行く手を止めたのもまた彼らに寄り添う多くの人の思いです。セルリア、ディロ、私ずっと見ていたよ。ずっとずっと伝わってた。ずっと見てたのか。あなたの愛が。でももう十分。誰にも私たちみたいな思いをしてほしくないから。次にこの世界で出会えた時はずっと一緒に暮らそうね。みんなが作ってくれた平和な世界で、それが私たちの未来。
セルリア。セルリアの魂は冥界の湖で眠りにつき、やがてマナの木で新たな命を授かるでしょう。セルリアだけではありません。あなたやミコ、そして生きとし生けるものすべてです。ディロフォロス、あなたの魂も眠りにつく時が来ました。求め合う二つの魂はいつか再び寄り添い合えるでしょう。ミコの皆さん、マナの木を守ってくださりありがとうございました。そしてコーダ、君とまた会えて嬉しいよ。統合された世界の維持と一人の人間の強い思いによって、私は長い眠りについていました。起きたことはすべて把握しています。そして私は女神としてなすべきことを示しましょう。聖剣とその担い手、一つと一人が揃った今、世界の行く末はあなたに委ねられました。世界の行く末。そうです。今選択はあなたの手の中にあります。バル、世界を変えるという意味をお前は知る必要がある。世界を変えるということは前提を変えるということ。それは新たな出会い、そして別れを生むかもしれない。第二第三のディロフォロスという存在を、お前にそれを背負う覚悟はあるか。覚悟。まあ庭気になってんねん。うちらの信頼はもうバルに託してんね。ここまで来たら最後までカッコつけえな。新たな時を刻むことに臆してどうするんだ。私たちの思いはもう伝わっているだろう。ええ、私たちに憂いはないはずです。あとは踏み出すだけですわ。自分を信じ前に進むこと、いわゆる勇気というやつだね。バル氏の思い見せてもらいますよ。そしてこの旅の終わりを。みんないらぬ問答だったようだな。ここまで来るのに多くの人たちの思いに支えられてきました。みんながそれぞれの思いを胸にこの世界で生きていることを知って、その思いに導かれて今の僕たちがいる。もう誰も悲しまなくていい世界を僕は作りたい。未来は人の手で作り上げていくものです。私はその決断に寄り添い見守るもの。さあバル、あなたの選択を見せてください。僕が選ぶ未来は。スタッフロール。エピローグはありそうな感じだったね。まあそもそも女神が復活したん でディラフォロスの呪いもなくなったんで、ミコの魂を捧げる必要はなくなったはずです。で真珠も全部ぶっ倒したんで、特に役もないと思う。だから別にね、新しい世界を歩まなくても現状維持の世界でミコを捧げなくていい世界にはもうすでになってるはずなんだけど、
ファルミナは戻ってまた王様に戻ったみたいですね。弟が勉強し直してる。まだ大臣捕まってないんだよね。第2第3のディロフォロスがすぐ生まれてしまうかもしれませんね。研究ができるぞい。本しか興味のない人ですね。闇の精霊たちが。ブースキャップ。そういやこいつなんで石化してたんだっけ。ロボ違う、ロボ違う。ロボ違う、ゴーレム。これは劇の子だね。フェアリーでかっ。まあ人がやってるんでしょうがないですね。観客が少ないよね。ガレズの大橋。グレッゾ。制作グレッゾだったのか。スタッフロールは日本語で流してほしいですね。本当に。セカンド、バイオリンか。トランペット。バストロンボーン。チューバ。ピアノ。あ。ピックルね、可愛かったんだけどね、あんま使わんかった。なぜかというと、そもそも通常キャラの移動がそれなりに速くて、しかもダッシュ中のステップがめちゃくちゃ速いし、別に乗ってなくても雑魚戦は無視しようと思えば無視できるんで、むしろ2段ジャンプできない分通常移動の方が便利な場所も多かったんで、あんまりピックル使わなかった。でブースカブーもフラミー取った瞬間にもう使わなくなったし、可愛かったよ。ちょっと短足なんだよ。風の谷。まあまあスタッフロールだけじゃなくてね、コンセプトアート入れてくれるだけでもだいぶ違うね。もう真っ暗の中のスタッフロールはもうやめなさい。さあ火の村に戻ってきたんで、そろそろ終わりが近づいてきたんでしょう。
これはよくある、あれですか。エンディングが終わったと思ったら、別の曲流して2回目のスターフロールが流れるパーティーですか。洋画によくある、洋芸によくあるやつか。アンチャとかもそうだよね。しかもこっちは完全に真っ黒の中にスターフロールのみ。あの急にボーカル入りの曲が流れ出すことも多いよね、こういうの。ここまでつくんだったら最後まで来ろうよ。各国のね、セールススタッフとかが流れているんでしょうけど。大量に流れても読めないしね。机にクリエイティブ。あ、これは海か空か。海かな。雲の上の宇宙の可能性もゼロではないが、げえな。もう本当最近のゲームはどれだけのねスタッフが関わっているのかという。ファミコン、スーファミ時代は本当短いよね、特にファミコン。10人ぐらいで作ってることも多いもんね。プログラム、システム、ね、グラフィック、ミュージック一人だったりするし。おお、あれは火山ってことは火の村ですかね。夜明けなのか火山が明るいだけなのか。
この島の火山が真ん中に来たタイミングぐらいで終わるかな。これ来ると終わりだなって思う。バルじいさん。あ、バルがじいさんになってる。バルじいさん？死んでる。女神様のもとへ向かったみたい。おじいちゃんになるまで。バルじいさん、会えるといいね。生きてたんだね。大好きなひなさんに。ゲッチュ。あれ、ここは確か。デフォルトの服も懐かしいな。そっか。僕は。僕って。お、久しぶり。マナの聖域って動物は入れるんだ。女神に。ずいぶん待たせちゃったね。ごめん。お土産話ならいっぱいあるんだ。まずは何から話そうかな。ザ・エンドってね。ボタン押します。あ、押さなくてもいった。マナの祝福。クリアデータの保存を行いますね。新たなシナリオが解放。ということで別にクリア前のデータは残しておく必要はなかったみたいだね。強くてニューゲーム追加。これも3リメイクの時からあったかな。そして9のベリーハード。
とりあえず保存しましょう。それでは、まあ、この辺に。